こんにちは。こんにちは。今日はね、去年、はい、この時期ぐらいにイベントやってたと思うんですけど、やってました。何やってたかと。エンメティのイベント。めちゃくちゃ早いやつ。ちょっとやらせみたいになってたんですけど。はい、もうちょっと後でしたけどね。もうちょっと後でした。9月 ?8 月でしたっけ9月でした。9月でした。大好評やってたじゃないですか。めっちゃ大好評。ありがたいこと。はい、ありがたいこと、ね。すごい遠方からもご来店していただきまして、はい、で、今回もなんですけども、はい、やっていただきたいというお声が多いんでございます。なるほど。MT の大台イベントですね。はい、大台イベントをやっていただきたい。やりましょう。ありがとうございます。話がすごい早いです。はい、聞いてたんで。ありがとうございます。はいはい、やりましょう。今回はその YouTube ということで、ね。はい、内容のご紹介をちょっとさせていただこうかなと思いまして。はい。はい。モデルのご紹介でございます。なるほど。はい。前回はユリっていうエンメティのもう一番代表作、ね、そうですね、シングルライダースでしたね、はい、シングルライダースでした、はい、今回はユリに代わって新しいモデルをご紹介させていただきます、はいはい、まず一つ目はこちらでございます。これがセミダブルのジョセフというものです。そうですね、はい、まあ、今までうちも扱ってなかったですからね。あ、やったことないです。昔からも扱ってないですか、はいはい、なんかねユリと違ってセミライダース、はい、っていう形なので、ちょうどいいとこ取りしたみたいな、シングルとダブルのいいとこ取りしたみたいな、こういかつくなりすぎずけど上品さもしっかりある、締めてもいいし開けてもいいしっていうので、はい、このモデルを今回オーダーできると。ありがとうございます、はい、もう一つが、はい、こちらでございます。ジャックっていうモデルですね。ほうほう、 G ジャン型の G ジャンっすね、はい、これね、はい、あると思うんですけど、はいはい、これはね、すごく昔から人気のモデルで、実は、はい、ジップじゃないですし、まあ、ボタンで、はい、まあ、スウェードとかでやることが多かったですかね、うちは。あ、はい、でも今回は、その表側も選べるっていうことなんですね。そうですよね。あと実はもう一モデル。はい、もう一モデル、はい。はい。次がこちらの、ファイっていうモデルですね。はい、こちらが、レディース専用のシングルライダーです。これはね、うちメンズなんですけど、レディースモーダーできるっていう、はい、去年もやってたってすごい好評でしたもんね。去年もね、急遽こう差し込んでもらって、それが結構喜ばれましたね。そうでしたね、はい、結構オーダーもいただけて、はい、なんかワンピースにこうね合わせたりとか、そうですね、シンプルにデニムで合わせてもすごいこういかつくなく都会的な、ね、はい、次が革を紹介、はい、はい、革のご紹介をしましょうかね。今回はね、はい、去年に比べてむちゃくちゃありません？むちゃくちゃありましたね、はい、ちょっと多すぎてパッと広げれない。むちゃくちゃあるんですよ。そうかさん、こっちは何の革でした？こっちはですね、ナッパシルクっていう、はい、比較的柔らかい、はい、上質なナッパシルクっていうぐらいなんで、はい、肌触りがこうシルクのような滑らかさがある、目が細かくてなんか本当に薄いですね。着やすいみたいな感じですか、ね、硬、はい、い印象が全然なくないですね。柔らかい、はい、どうしてもね、あのライダースとかってハードになるんですけど、はい、だとすごく上品。色も結構こんなになって、はい、黒カラー、ネイビーカラー、なんかこういうピンクっぽい色とかありますね。すごくおすすめかなと。まあ、で、これがもう本当によく使われる革、はい、これはすごく柔らかいんですけど、はい、まあ、先ほどのよりはちょっと肉厚になります。そうですね、見た目も結構似ては、まあ、あとでもね、色味がやっぱちょっとバリエーション違うっすよね。そうですね、まあ、これも出るんですか？これは出ない。出ます。これも出ます、ここに、はい、ここにボンと、はい、ここも今出てます。出ますか、はい、ご紹介できてない色も多分載ってると思いますので。スウェードもこんな感じ。そうですね、スウェードがもうすごい。スウェードちょっと半分こしますか。スウェードがもうすごい種類が。スウェードがちょっとご紹介できないぐらいの量があるんですけど、これもね、前回に比べたらもうとんでもなく量増えてません？3倍ぐらい増えてると思うんですかね。今回は、まあ、前回も精度もね好評でしたからね。はい、僕結構その今回のあのセミダブルの形は、はい、スウェードもかっこいいなと思ってます。あ、本当ですか、はい、セミダブルのあの形だと表側がちょっと多いですよね。そうですね、中的にも多いかなと思うんですけど、あえてスウェードで行ってもらって、はい、はい、ありがとうございます。とんでもございません。坪川さん、あとジップですね。はい、ジップも選べると、はい、ジップもこちらに多分ドンと、あ、そう、出てるんですね、はい、出てると思います、はい、はい、3種類から、はい、選べるんですね。シルバー、ゴールド、ガンメタ、ガンメタ、はい、3種類から、まあ、革の色によって選んでもらって、はい、サイズも選んでもらって、はい、オーダーできると、はい、納期が
2ヶ月ちょっと、はい、2ヶ月半ぐらいまでには多分これつくんじゃないかなとは思いますけどね。それで11月頭半ばぐらいには、まあまあちょうどいい時期にね。そうですね、一番ライダースキルとは思います、はい。でちなみにこれいつ、8月の26日の金曜日から8月の28日の日曜日まで、はい、YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。チェントトレントの山下です。エンメティのカスタムオーダー会で本編では3日間とお伝えしておりましたが、日程の変更がございますのでご連絡させていただきます。8月の12日から18日が本町の三球橋店で行います。8月の19日から25日が南千葉店、8月の26日から28日の3日間が南千葉店と阪急メンズ大阪店の2店舗で行います。この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。それでは本編へお戻りくださいませ。ね、革見本とかはね、もうあのちょっと届いてるから、まあまあもし気になる方お問い合わせいただいてもいいと思いますし。そうですね、はい、あの店舗にご連絡いただければ。そうですね、いただいてるイベント前までお借りできるの で、 そ う、 で、ね、そう見ていただくことは全然可能ですので、はい、で一応26日から28日の3日間の開催場所が、はいはい、前回は南千葉店一つだったんですけど、そうですね、はい、今回は阪急メンズ大阪、はい、あとは南千葉の路面店の2つでオーダーできますので、はいはい、ぜひともご来店していただきやすい方向に足を運んでいただければ幸いですので、幸いです、よろしくお願いいたしま す、 します。もう宣伝の YouTube ですね、やっぱ宣伝ですね次回はちょっとそのライダースを使って、はい、ちょっとコーディネート、はい、バランス感とかはちょっとね、やっぱりなるほどなるほど、はい、見ていただいて、実際着てですか。はい、実際着てちょっと動いてる写真とか撮って、はい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 、ご紹介をさせていただきますので、はい、まだぜひ次回もよろしくお願いいたします。お願いします、ぜひ見てください、はい、それではそれでは皆さんさよなら。さよなら。もう撮ってました、はい、いけますか、はい。